こちらの写真、中日ドラゴンズに入団が決まったカリステ選手です。一見細身の選手に見えるんですけれども、カリステ選手どんな選手なのか詳しく解説していきます。中日が獲得したカリステ選手なんですけれども、同時に獲得したアルモンテ選手と同じチームでプレーをしていた選手です。メキシカンリーグでプレーをしていました。オルランド・カリステ選手、30歳の選手です。来季の新しいドラゴンズの戦力として期待されています。そんなカリステ選手がどんなプレイヤーなのか解説していきます。オルランド・カリステ選手30歳は180センチ73キロという体型です。身長もそこまで外国人選手としては高くなく、体型としては73キロなので細身の選手といった感じですね。右投げ右打ちで内野手として登録されています。登録は内野手なんですけども、内外やどこでも守れるユーティリティプレイヤーです。カリステ選手は入団の時に、ピッチャーとキャッチャー以外であればどこでも守れますというふうに話しておりまして、守備には自信があるということなのでしょう。加藤球団代表は、カリステ選手は大砲タイプではなく安打の多い打者というふうに評価しております。ホームランバッターではなく、どちらかというとヒットであったりツーベースとか、そのあたりを狙っていく打者ということでしょう。そんなカリステ選手のマイナーリーグでの成績見てみましょう。カリステ選手の 3A での成績見ていきましょう。 PCL リーグというリーグでプレーをしておりまして、このリーグは標高がかなり高いところにある球場でプレーするということで、ボールがものすごく飛ぶんですね。なので打者の成績がかなり高く出やすいというふうに言われています。PCL リーグ、リーグの平均ですと2011年のデータにはなるんですけど、平均打率が2割8分6厘、OPS が 0.807 ということで、かなり打撃成績高く出やすいというふうに考えた上で見ていきます。2018年は2割7分のホームランが11本、出塁率が3割2分3厘、OPS0.728 です。おそらくこの年もリーグの平均が 0.8 ぐらいはあるのかなというふうに考えられますので、リーグ平均よりは大きく下回っているような状況だと思います。2019年は2割7分8厘、ホームラン2本、出塁率3割2分7厘の OPS0.688。 2021年は PCL リーグではありません。そうなると打率も一気にガクンと2割3分5厘まで落ちまして、ホームラン2本、 OPS も 0.617 まで下がっています。参考に中日ドラゴンズで少しプレーしたガーバー選手も PCL リーグでプレーしていたんですけど、2019年は3割8厘で26本のホームランを放っておりまして、 OPS が 0.937 という数値です。なのでカリステ選手の打撃の成績というところ、 3A ではガーバー選手よりも大きく下回っているという状況です。そんなカリステ選手のメジャーでの成績見てみましょう。カリステ選手メジャーでの成績なんですけど、出場機会はかなり少なくなっています。2015年は3打数のノーヒット、そして2017年が49打数の7安打の1割4分3厘、ホームラン0、出塁率1割8分5厘、OPS が 0.348 という成績になっています。3A の成績であったり、メジャーの成績見てみますと、やはり打撃の面というところはあまり期待できないのかなというような印象を受けてしまいます。もちろん日本にどれだけ適応できるのか、そのあたりでまた成績も変わってくるとは思います。そんなカリステ選手の2022年のメキシコでの成績を見てみたいと思います。カリステ選手の2022年のメキシカンリーグでの成績です。3割4分4厘のホームランが13本、そして12個盗塁も決めていて、 OPS が 0.961 という高い成績になっています。そしてアルモンテ選手も27本、 OPS が 1.04 という成績になっておりまして、カリステ選手もアルモンテ選手もかなり期待できるなという印象の成績にはなっています。そんなメキシカンリーグのレベルを知るためにも、元中日のセサル選手であったり、2022年メキシカンリーグでプレーした元ベイスターズの音坂選手の成績と比べてみたいと思います。メキシカンリーグはものすごく打高のリーグで、平均打率が3割を超えていて、平均の防御率が 5.77、 そして OPS も 0.86 ぐらいというような数値になっておりまして、カリステ選手の OPS が 0.961 ということなので、平均よりも 0.1 ぐらいは上回っているという数値ですね。ただ元 NPB の助っ人の成績とか見てみますと、元広島のロサリオ選手 1.25、元阪神ロサリオ選手 1.12、
元ロッテのサントス選手、俊足高打型の選手が 1.1、 そして元中日のセサル選手が 0.979 を残していた。これは過去の成績です。打率が3割8分。そして元ベイスターズの乙坂選手、2022年は OPS0.927、 打率3割6分7厘となっていて、打率に関しましてはカリステ選手を上回っているという成績になります。なのでカリステ選手、メキシカンリーグでいい成績は残してはいるんですけども、過度な期待は禁物ということかもしれません。そんなカリステ選手の守備に関する情報を見ていきましょう。カリステ選手はメジャーリーグではサード、ショート、センター、レフト、ライトと幅広く守っています。出場機会そんなに多くないんですけど、これだけの守備位置を守っているということは、ユーティリティプレイヤーとしてメジャーリーグでも重宝されていた時期があったというふうに推察されます。マイナーリーグでの出場となりますと、ショートでの出場が結構多くなっています。あとはセカンドとか外野も守っています。2021年、近年に関しましてはサードでの出場がメインとなっておりまして、中日ドラゴンズ入団後ももしかしたら、まあ、サードあたりでの出場っていうのが多くなってくるのかな、ショートは少し難しいのかなというところなのかもしれません。そんなカリステ選手の来季の起用法と年俸について見ていきましょう。カリステ選手とアルモンテ選手を同じくメキシカンリーグから同じタイミングで獲得しました。2人とも推定年俸は3000万円となっておりまして、新外国人の助っ人としてはかなり安い金額になっています。現在中日ドラゴンズは大砲候補を調査中で、この2人の選手はあくまで保険的な位置づけであったり、日本にフィットしたらラッキーぐらいな感じで取っているという可能性が高いように見えます。大砲候補の選手が、まあ、正直かなりホームランを打ってくれないと来年の中日ドラゴンズ結構厳しいと思いますので、この大砲候補がどんな選手なのかというところ、今後も注目していきたいと思います。そんなカリステ選手獲得のファンの声聞いてみましょう。カリステ選手獲得へのファンの反応として、マイナーリーグでの成績が少し悪すぎるなっていう声は結構ありました。 PCL リーグでの打率であったり OPS といったところは、まあ、おそらく平均に届いていないというような状況ですし、メジャーリーグでも打率というところであったり OPS というところかなり低い数値になっています。ただ年俸としては3000万円という安い金額ですから、保険としてもしくは一発当たればラッキーぐらいな感じでの獲得であれば OK かなということですね。とにかく本命の大砲候補に期待したいというような声はかなり多いですね。もしカリステ選手とアルモンテ選手だけで来季助っ人戦うということになると、もうかなり厳しいですから、本当に大砲の選手がどれぐらいなのかというところ皆さん注目していると思います。そしてカリステ選手は内外野どこでも守れるんですけど、その守備力がどれぐらいなのかというところも多くのファンが期待しているようです。以上です。